はいどうも、皆さん、おじゃみネットです。さあ、まちもり実況続きやっていきましょうか。今回はですね、ちょっと面白い記事を見かけたのでやっていこうかなと思うんですけれども、今回はちょっと釣り大会をやっていこうかなと思います。なんだけど、その釣り大会で、まあ、魚政に渡すと基本的に魚政って食べるんですけれども、まあ、それで、伊藤っていう魚がね、いまして、川に。その伊藤っていう魚は、どうやら、普段とは別の反応をするらしいんですよね、魚政が。だからそれを今回はちょっと気になるので入手して渡していこうかなと思うんですけれども、相変わらず釣り竿をなくすんだよな。これの他にね、確か銀の釣り竿をどっかに持ってたと思うんだけど、その銀の釣り竿を置いた場所すら忘れました。やっていきましょう。で、伊藤がね、結構めんどくさいんですよ。12月から2月の間の、よう、ふんころがし。朝の4時から9時までと、夕方の16時から9時まで。で、夜の、21時から朝の4時までになってるらしいんだけれども、俺もね、伊藤自体をそんなに釣ることがないから、とりあえずまあ、準備していこうか。この時間に、待ち森起動することもまあないけどな。でも集まれ動物の森って時間あれだもんね、変更できないから。変更できないのかどうかあんまり定かではないんだけど、一応なんかスイッチの時間自体は簡単に変えられるもんね。そこら辺どうなんだろうって思ってる部分であるんだけれども、なんかあのポケモンをね、最近やってて、ポケモンソード&シールドで、ポケモンソード&シールドもないんですよ、時間を変えるシステムっていうのが。でもスイッチの本体からの設定で簡単に時間変えられるんで、それでポケモン内のゲーム内の天候とかが変わっていくから、なんかあつ森もそういう感じになるのかななんて思ったりもしています。めっちゃ時間変えるの逆に簡単になるけどね、スイッチの本体だけだったらめちゃ逃げるな。なんか釣りたいんだけど、多分俺まだこの子釣ってない気がする。一応図鑑コンプリートがまだ終わってないので、釣りの。その図鑑コンプリートもついでにやっておきたいんだけれども、すっごい逃げるね。そんなに逃げる。ようやく食いついた。しかも一発。ブルーギル。タナゴか。タナゴ釣ったっけな。なんかもうどれを釣ったんか、あんまり覚えてねえけど。なんか雪が降ってないとダメとかあるっけ？あんまり、見かけないもんね。いや、でもこの時間帯は確かに出るはずなんで、ちょっと粘っていこうかなと思います。来たー！来ましたねー！結構早く出てきてくれたんじゃないでしょうか。とりあえず伊藤釣っていこう。待てよ。もうちょっとこっちだな。ここら辺だな。ちょっと待って。向こう側に行かれると、結構厄介なんで。OK。OK、来た。OK。これで、伊藤を釣り上げて、伊藤を釣り上げまして、幻の魚だということで、伊藤はね、幻の魚なんですよ。こやつをちょっと、他の、魚と一緒に魚政に食べさせたいなと思います。結構時間かかったか。 OK、 こやつも釣って、うぐいか。釣りたいかいつだ、釣りたいかいつだ。町盛りのね、釣り大会の日程って結構バラバラというか決まってんのかな。魚釣り大会なんか、釣り大会がさ、いつあんのかわかんなくって、ずーっと、うろ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 やってたんだけど、ようやく、見つけることができました。10月の、めっちゃ時間移動しまくったわ。めっちゃ早々生えちまった。はいはいはい。釣りでしょ？釣りだよね。釣り。釣りたいから説明を聞きたいのかな？違うのかな？早くしないとイライラするよ。説明聞く？聞かない？
まあまあまあ、してるからいい。アソノの説明はいらないんだね。そうだよね。そいつは助かった。よかったよかった。長い長い説明は話す方も聞く方もうんざりしようよ。めんどくさいよ。ズビ、ズビビ。じゃあね、またね、ごきげんよう。ズビ、は?またさせろ。お、待ってたよ。釣れたのかな?どうなのかな?ズビ、ズビ、ズビ。釣れたよ。じゃあいつも通りですね、いつもの魚をいつもの場所でウグイを渡す。まあ、おっとこれはウグイですね。じゃあ早速測ってみましょう。こんな動きしてたんだ、マチモリって。なんか機械的な動きするんだね、ウオマサ。 35.8cm、 うん、残念。アップリケさんが116cm のスズキを釣っちゃってますからね。ところでウグイの塩焼きってうまいんだよね。ズビービズビ。じゃあこれもらっておきますね。食べるんですよね、その場で。うん、まい。ギュン。で、このウオマサに対してなんかね、糸を渡すと違う反応が見れるっていうのを見ましたので、ちょっと渡していこうかなと思います。おっと、これは糸ですね。じゃあ早速測ってみましょう。125.7cm、 結構小さいんだね、糸って。鈴木と変わらないじゃん。ということは出ました出ました、記録更新です。アップリケさんが出した116cm の鈴木を抜いて、おたくさんがトップです。いやー、さすがですね、おめでとうございます。ところで伊藤の煮つけってうまいらしいんですよね。ズビビズビ。じゃあこれはもらっておきますね。おー、師匠ですからね、その辺はさすがのオイラもわきまえているよ。ズビズビズズビ。貴重ですからね、その辺はさすがのオイラもわきまえて。これどうなんだろう、赤松の盆栽、そんなんもらえるんだ。シーラカンスとかだったらどうなるんだろう。なんか一回ね、飛び盛りでジンベエザメ渡したことあるんですよ。ジンベエザメ渡した時はなんか同じような反応だったけど、貴重だからみたいな感じのことは言われなかったんじゃないかなと思います。確かね、なんかでかすぎて普通にそのまましまった記憶がある。いや、そう言われてみれば、マンボウとか渡してみたくない？いいとこにいたな、マンボウ。確かマンボウって俺一匹寄贈して、もう一匹は別にいらねえわっつってこのまま放置してたと思うんですよね。マンボウ渡そうぜ。一頭渡して、マンボウ行っとこう。釣れたようにして、で、マンボウ、いいとこにいたな。ウェース。おっと、これはマンボウですね。じゃあ早速測ってみましょう。バケモン、さっきの3倍あるじゃねえか。あ、記録更新です。ミネットさんの記録 125.7cm を抜く新記録が出ました。おたくさん、自分で自分の記録を塗り替えちゃいましたね。おめでとうございます。ところでマンボウって刺身にしても天ぷらにしてもうまいんだよね。ズビビズビ。じゃあこれはもらっておきますね。貴重ですからね、その辺はさすがのオイラも。あ、結局このセリフなんだ、変わんねえじゃん。まあ伊藤じゃなくても、まあ、マンボウであろうが、多分シーラカンスであろうが、ジンベエザメであろうが、まあ、同じようなセリフが流れるんじゃないかなと思います。というわけでですね、ちょっと6時になって、6時超えてもさ、確か何もなかったんじゃなかったっけ、釣り大会って。どうだったかな、ちょっと待つか。なんかそんなことを前言ってた記憶あるな。なんか飛び盛りだったらな、トロフィーもらえるじゃないですか。でもなんか町盛りなんもねえのかよみたいなことをなんか結構前に言ってた記憶ありますね。餅つきセット、あー、いい感じの盆栽。餅つきセットいいですね。で、お、6時になった、行くか。ぶっちゃけそろそろ村メロ変えないとなーって思いながらも変えないんですよね。村メロ USA にしてるからちょっと変えたいなー。釣り大会の受付は6時までですよ。今日はもうおしまい。あ、そうそう、結果でしょ。結果だよね。ズビビズビビ。今回の優勝者 354.8cm のマンボウ釣ったおたくさんですよ。いや、さすがですね、おめでとうございます。ズビズビビ。優勝の商品は後日送りますから、じゃあまたね、ごきげんよう。おう、そんなあれか。今日はとっても珍しいシックな本棚か。特に何もなさそうですな。オッケー、ちょっと待てよ。9月20日、第3土曜日だよね。9月の20日、ここは、いや違うわ、虫捕り大会か。これ9月の20日が虫捕り大会か。釣り大会4月の12日。
4月の12日ってことは、第1、2、3、第2か。やっぱ第2土曜日にあるのか。OK。よし。じゃあちょっと村メロ変えていきたいなと思います。村メロって確かここだよね。村メロ。何にしようか。そのね、裏技サイトによれば、まあ、裏技サイトといえば、ワザップしかないんですけれども、全部モーにしたらなんか、流れるっていうのを見かけたので、やってみましょうか。全部モーにしてなんかできんのかな。これでどう？ OK。じゃあちょっと、流してみます。全部モーにする。おー、違うの流れた。え、これ全部もうなの？本当に。全部もうにしたらこんな感じになるんだ。OK、ちょっと探すわ。どうで休む、伸ばす休むか。なんか、飛び出せ動物の森の初期村メロらしい。本当か？こんなんだったっけ？あー！はい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 。え、なんか、上違くない？こんなんだったっけ？なんか違和感あるな。若干違和感あるぞ。まあまあまあ、いいでしょう。ちょっとここら辺は、後日、調整していけたらなと思います。若干今村長の起きた顔が見れた気がするけれども。まあというわけでですね、なんかちょっと外が暗くて怖いな。紫色じゃん。まあ今回は、魚政にレアな虫を渡すと、貴重な魚なのでということで受け取るという検証結果でした。今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。そやお待ち盛り座れねえんだな、ここ。